ハイドです。おー、25周年ドラゴンアッシュ、すごい、おめでとうございます。そんなやってんだね。デビュー当時からかっこいいバンドが出てきたなという印象で、横目に見ながらね、いいなと思っておりましたと、最近はね、フェスに僕も出るようになって、よくまだ挨拶ぐらいしかねしておりませんが、実にすごい、ケンジ君が挨拶してくれたって心の中で思ってるくらい嬉しいです。ありがとう。マジっすか。今回は、僕の対バンライブに出ていただけるということで、すごく嬉しく思っています。いや、これもぜひね、ライブで皆さんにね、見ていただきたいなと思っています。最後、質問は、質問何にしようかな質問、25年やってるということでね、一番やっちゃったなというエピソード、失敗した失敗談とか教えてほしいなと思います。以上、ハイドでした。ありがとうございます。俺らにしてみたら、多分そのハイドさんがその俺たちの音楽を認識してるんだっていうところが、まずこう不思議な感覚っていうか、いわゆるもう本当に始めたての時にからすでにロックスターの人に、やっぱね、フェスの現場で認識されるって不思議よね、今でもね。これちょっとあのカメラ回ってるからハイド前としてるけど、すごくいい人です。裏とかでライブ見たよとか本当に気さくに言ってくれて、同じ人間なんだとか同じバンドマンなんだなみたいな、そうよね、リアルに背中を追えるレジェンド、目の前にいるけど板の上乗ったら段違いみたいな、あれがかっこいい。かっこいいですね。失敗だ。なんで笑ったんですか。あるっすか。やっぱまあ、やっぱこの5人での最近の失敗だっていうのはあるんじゃないですか。最近ロットとの失敗版、大阪でのユリ、あれっていうかね、まあまあまあ、うん、はいはいはい、初めてだもんね、しかもね、あんなの、はい、楽曲の演奏サイトに、まあ、トラブルが起きまして、まあ、分かりやすく言えばそのトラブルに対処をするこの5人のコミュニケーションが、意思の疎通が取れてなかったっていう、うん、まあいわゆるパソコンからデータっていうものをね、流してたりとかするんですけどね、ユリは割と印象的なフレーズが流れてたりとかするから、あれがいきなり止まって、おってなるみたいなね。まあでもそのトラブルになっても対応しなきゃいけないのがもちろんステージ上でのね、振る舞いだし。でそれを KJ はいち早く察して、こういうふうにこういうふうにしろって、演奏しながらでも指示をしたんですけど、全然それに我々は対応できなかったって。いや違いますよ。まず俺はライブ中にもかかわらず目の前まで行って、これぐらいの距離でこうやったんですよ。シーケンスを切れと、切れと、もうずれてるんで、変なところジュタッジュタッとなってるんで、こうなったらボス君はオッケーオッケーオッケー、俺別に挨拶しに来たんじゃないよって言ってで、なんもなんないからドカーンで終われっていうサインをそのサクとツヨポンとピーさんに、これで終わってってこういう風にやったら、サクがなんも音なってないのにコツ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 ってなんでしょそれそれ何の余韻でそれ言ってんのみたいな、葬式ですかね。あれは地獄でしたね。あれはね、ロットンってそのいわゆるその馬場さんが一番愛してたバンドだから、ロットンとツーバンとかお互いの大事な時って、あの人が結構悪さをするんですよ。絶対普段起こらないことが起こったりするんですよ、馬場さんが上からいたずらしてて。いや、そうなんですよ、うん、初めてですね。20年以上やってるけど、ユリでそんなことが初めてです。
でもスタッフもテンパっちゃって途中からもう一回出そうとして無理やりねスリーブが走っちゃったんかな。そうそうそう、うん、でそれもずれてて、うん、なんかもう俺みんながカオスになって、あーでもう止めていいっすよ止めていいっすよって言ってんだけどもうおお俺がこうやったのでエンジンがかかるっていうすげえ意味わかんないな。まあライブですか、ね、うん、含めて大したことないですよね、完璧なことなんかないですもんね。それこそ俺リキッドルームで PTP やってる時にあの上裸でモヒカンだったと当時 K は曲終わったらいきなり前でちょっと本当にごめんってマイクゴーンと置いてふっ証明しちゃったマジマジマジ我慢できなくなっちゃってライブ中にでパーって行ってすぐ近かった女子トイレ入ってチャーって言われた。まあね、実際だよね、上半身裸のモヒカンの入れ墨が入ってきたらそれはキャって言う。そうなる、そうなる。